皆さんこんにちは、鏡あきです。今回は音声付きでこの傘を持った猫の造形作品の制作動画を公開したいと思います。造形作品はたくさんの工程を通して制作していくんですけれども、今回はアクリル絵の具での着色に焦点を当てていきたいと思います。こちらは焼き上げたオーブントードに少しだけ着色を施した状態のものです。これから動物や持ち物をより立体的に見えるように色を重ねていきます。はじめはなるべく暗い色から塗るようにしています。後から緻密に描きますので、はじめのうちは大まかに色を置いていきます。傘の凹凸を意識して、光の当たるところと影になるところを描き加えていきます。猫の毛並みを一本一本細かく描いていきます。影になるところを少しずつ暗くしていきます。造形のへこんでいるところをなるべく暗い色で描き加えていきまして、飛び出ているところは逆に明るい色を塗り重ねていくことで立体感を出していきます。傘から滴り落ちそうな雫を描いていきます。雫の透けた感じと艶を意識して描くようにしています。全体が仕上がりましたら、最後に顔のパーツを描き足していきます。顔のパーツは印象がとても変わってしまう箇所なので、慎重に描いていきます。
裏側も着色を施して傘のモチーフを描きました。これからサインを書き加えていきます。着色が完成いたしました。このままでも作品としてとてもいいと思うんですけれども、作品の保護も兼ねまして、レジンでコーティングを行っていきます。こちらはレジンコーティングを施したものです。レジンの塗り方は今回は公開しませんでしたが、いつか別の機会でご紹介できればと思っております。レジンでのコーティングは保護の意味合いもあるんですけれども、絵がガラスに閉じ込められているような小さな世界を感じることができるので、とても素敵だなと思っています。以上が制作動画になります。この後も別のテーマで動画を公開いたしますので、もしよろしければそちらの方もぜひご覧いただけますと嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。